皆さんこんにちは。サックスプレイヤー、そして講師、そしてフォレストオンジャパンの遠藤さんの梶田勇です。本日はですね、巷で話題のフォレストオンリード、そのリードのですね、人気主力製品である4種類を徹底に、比べてみたいなと思います。近年サックスやクラリネットで樹脂製のリードを、作るメーカーが本当に増えてきましたね。その中でもこのフォレストオンリードは10年以上前から研究開発を進め、現在では世界でたくさんのプレイヤーに使ってもらっているリードメーカーの一つとなりました。フォレストオンリード、こちらはですね、素材がポリプロピレンという素材に木質のセルロース繊維を混ぜているものになります。その木質繊維のセルロースの中には竹パルプですね、が多く含まれておりまして、その音色だったり、柔軟性だったり、そういうものが非常に幅広くできるというのが一つ特徴的なリードでございます。製造方法としては日本の、会社でですね、日本製の金型を使いまして、そこに樹脂を、流し込むような形で、一本一本作っております。そしてその精度も 0.1 ミリ単位でですね、綺麗に揃えておりますので、均一した製品が仕上がってくるというのも一つの特徴でございます。さあ、そのフォレストオンリードでですもうですけども、今現在5種類のリードがあります。その一番最初に作られたスタンダードと呼ばれるものを、先ほども言いましたポリプロピレンにセルロースを混ぜたものが基準になっているんですけど、今日はですね、そのフォレストオンリードを元にまた混ぜる素材が違ったり製造方法が違ったりするものでですね、今の主力製品となっている4種類のリードをご紹介したいなと思います。まず最初はですね、こちらですかね、ブラックバンブーですね。こんな黒いリードでございます。はい、こちらはですね、この色味もすごくインパクトがありますが、先ほどのスタンダードリードのにですね、いわゆるカーボン繊維、カーボンですね、を、混ぜたものとなります。こちらはですね、いわゆる天然のリードでもよくフレンチカット、アメリカンカットというのがあるんですが、ここに一つ線がピッと入っておりますね。いわゆるフレンチカットと呼ばれるモデルですね、になります。カーボンですから白く、非常に柔軟性に富んだ、でも強度もあります。フォレストオンリードの中では比較的、硬質で明るい音が鳴るリードになるかなと思うんですけど、その抵抗感の、強さ、そして、音のどういうか華やかさというんですかね、もありまして、結構クラシック奏者に、向いているというモデルですね。実際にもクラシックプレイヤーが好んで使っているものだったりとかします。そしてそのブラックバンブーにですね、ちょっと両面に加工を施したモデルですね。ブラックバンブーダブルブラストと言われるものなんですけども、いわゆるサンドブラスト処理をしたもので、表面が少しザラザラ、表面だけでね、裏面もそうですけど、ザラザラな状態になっております。この加工を施すことによって、またブラックバンブーとは違った響きが、得られる。そして、もう一つメリットとしては、やっぱり表面がちょっとザラザラしておりますので、マウスピースを加えた時にちょっと、いわゆるアンブシャーがタイトな方なんかは、この表面がツルツルだと滑ってしまうという声もあったんですが、この、ブラスト処理をされていることに滑りにくくなっております。はい、それから、これは実は私も愛用している、モデル、ヒノキ。ヒノキと書いてあるのでヒノキが混ざってるかと思いがちなんですが、そうではなく、これは先ほどカーボン、ブラックバンブはカーボンが、混ざっていると言いましたが、これは本当に竹の、粉々した竹の繊維が、入っております。非常に天然のケーンのリードに、すごく吹き心地や音色も近いという位置づけのモデルですけども、こちらはですね、実は、アメリカンカット、ここに先ほどのフレンチカットのようにラインのないですね、になっておりますので、一応フォレストオンリードの中では、ジャズやポップス、向けのリードというふうにしております。非常にその、振動幅が広いので、音色の幅が、非常にたくさん出るかなと思いますね。はい、そして最後に、一番新しいモデルとなりますけども、今度はこの白いやつですね、ホワイトバンブーと呼ばれるモデルですね。はい、こちらはですね、先ほどのヒノキ
ヒノキの素材をですね、このブラックバンブーの金型に流し込んで作ったモデルになります。ちょうどブラックバンブーとヒノキの間ぐらいに位置するモデルになるかなと思うんですけども、非常にね、これも柔軟性があってですね、幅広い音楽に使えるリードとなっております。こちらもですね、線が入っておりますけどフレンチカットとなります。一応モデルとしては、サックスだとソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス、そしてクラリネットをリリースしております。でモデルによってはですね、そのさっき言ったフレンチカット、アメリカンカットというモデルはですね、ちょっと楽器によって仕様が違ったりします。特にヒノキはですね、ソプラノとバリトンは、スタンダードなモデルはアメリカンカットなんですが、ソプラノとバリトンに関しては、フレンチカットになってたりとか、そういうのもありますので一度ご確認をしていただけるといいかなと思います。それではちょっと実際に、楽器を使って、演奏をして、音の違いですねっていうものをちょっと比較をしてみたいなと思います。本日使用するのは、よいしょ、私の愛機でございます、フォレストオンサックス、見えますかね、RX モデルと呼ばれる、ロールドトーンホール仕様の、ネックはですね、ジャズネック、ジャズモデルですね、になります。ゴールドラッカーモデルでございます。それから、ちょっといろいろついておりますが、こちらにあるのが、メレディアンウィンズというメーカーの、エゴノミックヘビーマスと呼ばれる、ネジですね。それから、ダンテが出しているトーンブースター、ちょっと話題のやつですね。それから、マウスピースは、最近使われました、大阪で作られているセリックの、レッドモデルの、ブルーマーブル。それ、リガチャーは、フォレストンリガチャー。を使ったこのセッティングで一枚一枚吹き比べてみようと思います。まずはブラックバンブーから。そして続いてはブラスト処理のされているブラックバンブーダブルブラスト。続きましては
私も愛用しております、ヒノキ。最後にホワイトパンプ。さていかがでだったでしょうか、音の比較分かっていただけましたでしょうかね。まあ今回は私の演奏であくまで一例ということなので、ぜひとも皆さん、ご自身の楽器セッティング、そしてご自身で吹かれていただいて、その違いを、感じていただけるといいかなと思います。フォレストンリードをはじめですが、樹脂リードの、特徴としてはやはり天然のリードと比べると圧倒的に寿命が長い、それから、気温や湿度の変化に左右、性能が左右されない、というところ、これは逆に言うと、天然の剣のリードの、最大のデメリット、もうリード楽器をやる以上ですね、長くつきまとう最大の問題、あともう一つありましたね、ばらつきがある、いわゆるあの当たりリード外れリードと呼ばれるもの、を最初にこうねちょっと選定して分けないといけないということがあったりしたかなと思うんですけど、そういうものもほとんどなく、大体同じ均一な製品で仕上がっておりますので、いわゆるリードのデメリットというものがほとんど消えているというところなんですね。ただやはり最初に天然リードから人工リードに、付け替えた時にまず起こるのが違和感だと思います。それは言ってしまうと当たり前というところでですね、いわば、サックスでいうとハードラバーのマウスピースとメタルのマウスピース、やはり吹き比べると違いが出ます。そんな感じでですね、天然リードと人工リード、というものが一致するというふうに思っていただけるといいかなと思います。でやはり大事なのがまず慣れること、
その天然のリードと人工のリードでもやはりそのしなり具合だったり、鳴らすポイントというのはやっぱりそれぞれ違うところなのですね。まあ、天然のリードの吹き方のまま、樹脂リードがそのまま鳴るとは限らないというところなので、やはり少し時間をかけながらじっくりそのリードの、鳴ってくれるポイントを見つけていく、そして吹き手自身がその人工リードに慣れていくという時間をまずはしっかり作っていただきたい。なんか違和感があるからまた戻そう、天然リードに戻して、で天然リード吹いたらもう一回ちょっと人工リードやってみようかなみたいな感じで行ったり来たりしてしまうと、やはりそれぞれのちょっとポイントがどんどん分からなくなっていってしまうところがあるかなと思いますので、ちょっと人工リードを使ってみよう、フォレストンリードを使ってみようと思いましたらですね、1ヶ月、3ヶ月、ちょっと長い期間ずっと同じものを使っていただけると、だんだん、まあ慣れてくるのと、そのポイントが見えてくるかなと思います。それからやはりその耐久性が高いという話でしたが、まあ半永久的に一生使えるわけではございません。やはりいずれでもこんだけしなるねものではありますので、やはり性能がどんどん使えば落ちていきます。まあ天然のリードでもいわゆるヘタルってよく言ったりしますが、使い始めてからしばらくちょっと吹き使い状態が来て、だんだんリードが馴染んできた時に一番いいピークが来て、であとはそのまま性能が下がっていく。でそのやっぱり吹き心地とか音の変化によって新しいリードにこう変えたりしたとすると思うんですけども、人工リードもやはりそのタイミングが来ます。ただそのタイミングっていうのが、天然リードの場合は要するにピークが来たらとシュドーンと落ちていくようなイメージしていただくと、人工リードの場合はもう緩やかに性能が落ちていくような形になります。なので、まあ、言ってしまうと気づきにくいというのもあるんですよね。ただやはり、どん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 やはりなんていうのかな、耐久性は落ちていきますので、吹き心地とか音色とかに、徐々に影響が出てきます。まあ、もっと言うと分かりやすく言うと変形が起こってきたりとかします。ちょっと先端がこう曲がってしまったりとかね。ただ人工リードは天然のリードと違って、そういうふうに多少耐久性が落ちても、音は鳴ってしまいますので、鳴るからまだ大丈夫だっていうわけではなく、やはりちょっと違和感、変化を感じた時には新しいリードに、変えていただくのがいいかなと思います。まあ、その変える際もですね、もう実自分の中で、相性のいい、リードのシリーズだったり番手だったりが、決まってたりとかすると、同じものをそのまま変えばほとんど変わりなく、使えるというのも最大のメリットかなと思いますので、そういう、手軽さ、そしてコストパフォーマンスもね、やっぱり消耗品ですから、すごく抑えられるんじゃないかなと思いますので、非常にメリットの多いのが人工リードになるかなと思います。で、まあ、先ほども言いましたけど、まずはしっかりじっくりリードと向き合ってですね、慣れていっていただいてですね、そのリードの一番鳴らすところ、美味しいポイントというものをしっかり見つけていただければいいかなと思います。全国の楽器屋さんですね、楽器店、販売されている楽器店でですね、フォレストンリードは購入することができます。それからですね、こういう、歯槽リードというものを、お店の方で用意している、店舗もあったりとかします。まあ、ぜひともやっぱり皆さんに一度は自分で、吹いていただいて、その感覚だったり、なんていうか吹き心地だったり、あとは好きなシリーズ、そして自分に合う番手がどんなのかなっていうのは実際吹いていただくと一番いいかなと思います。人工リードのメリット、歯槽もできる、後で、消毒をすれば、大丈夫なので、その面で考えると、天然のリードにはできないところかなと思うので、実際、吹いて歯槽をしていただいて、じっくり、まあ、歯槽していただいて、そして気に入ったものを買っていただけるといいかなと思います。そんなところですね、このリード楽器の業界も最近非常に動きが激しく、まあ、天然リードと人工リードどちらを使うか、というのも非常にこうね、大きな選択肢の一つとなってきているかなと思うんですけども、皆さんの、楽器サックスやクラリネットライフがより豊かで楽しいものになるために、このやはり振動源となるリード、一度じっくり、向き合ってですね、いろんなものを試していただけたらいいかなと思います。その中にぜひとも一つこのフォレストンリード、本当にいいので試していただけたらなと思います。それでは、またお会いしましょう。梶田勇でした。